ベンチ、ベンチを入れてこられたらベンチ代の方が高いんだ。あ、それ聞いた。電池入れてもらうのに500円じゃないですか。買い取り100円とかと舐めとんかいな話でしょ。でも本当にこれですね、入れてきていただいてもさてろ安いかもしれませんみたいな、もうっていうか世界でも動いてなかったら、ただの電池切れで動いてないのか、本当に中がダメで動いてないのかわからないでしょ。だからですね、わからないから、これは貝がついてるからまだいいでしょう。あの、ね、年齢が多くなってくるとまだこれ大きいにいいけど、これが見にくい人もいるんですよね。あ、このほらリモコンの、リモコンのあんなのが見にくいって言われるでしょ、お年寄りとか。はい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 。だからやっぱりこのアナログの形の針なんとかみたいなっていうのはあるんですけどね。あとものすごく小さすぎて何時かわからんって言われるんですよ。まだこれ線が入っときいいけど、その、はいはい、何5時なのか4時なのかわからんみたいな。でも、年になれば、でもやっぱ時計は何時か分からない感じですよね。いや、女性も時計ってよう思うんですよ。なんでそんなちっちゃいのに、時計として怖いな、こんなのかいな、って思う。ね、買ってあげて思ったりします。いや、まだね、ここにあるやつはまだ視認性はある方ですよ。まだある方ですよ。グッチのまっすぐ、このまっすぐのやつがね、あればね。あ、だからこれとか厳しいんですよ。まだまだ、でもこれはまだインデックスがあるけ。インデックスがないやつのタイプがね、9時と3時と6時と12時とか、そんなしかないのありますよ、ね、とか何もないのがあります。文字盤何もないですか。何もない、そう、ただ四角いっていう、うん、そら見たことないですね。いやほらだって例えばほらこれないじゃないですか。ないですね。うん、それが長細くなっとったら4時なのか5時なのかわからんみたいな。あれは進めないですよ。だって何時かわからないですよ。いや、それでも買うていいじゃないか、あの、売りますけど、だいたいこれ、正直な話、何時か分かりませんもんっていう感じ。ヴィトンはですね、これを、あの、この桜もみたいなマスクを出しとるのかなと。はいはい、これね、既製品だって言ったら、意味が悪い。いわゆる、スペシャルオーダーかって聞く、言うわけ。ああ、もうそう、別注かってこと。別注とか。これは、この時期、村上隆ってご存じですか。知らない。あのね、フランスで活躍しよう、日本人 の, そのアニメティックな絵を描く人で、結構そういう人がいるんですよ。その人の作品、へぇ、村上隆とコラボしたんですよ、ルイ・ヴィトンが。だけどその時の季節の次の季節はこれ桜でしょ。そんな桜のもありますよ。でほら桜のモチーフは皆さん好きだから、はぁ、その前は落書きでほらグラビあのグラフィックのやつは、これは有名でしょ、ほら、落書きのやつは。ああ、これは知ってるんですね。これは村上隆じゃないですよ。あの、ほら、ちょうど中田さんがあの、はい、ローマとこっちを行ったり来たりしてた時に、はい、あのルイ・ヴィトンを持たせたんですけどね、その、あれの白抜きの落書き、グラフィティラインのね、うん、で、それ定価がね、あの売り出した時12万なんですけど、いまだにそれぐらいの値段で売買されますよ。へえ、うん、その時しか出てないから。うん、その時だけだから。うん、その代わりにもう偽物もいっぱいあったんですよ。そうですよね、あの本体は本物なのに、偽物はそこで回答しないわけ。普通のバッグの芯がほら本物は本物なの、でもこのグラフィティは後から書かれとうっていうので違うとかね、っていう感じで、その時だけね。その時だけなんですか。だから逆にそれをのお財布とかなんかとかで探してらっしゃる人は、あったこれ探してたんですよってことなんですよ。ちょっと人と違うのがいいんですよ、みんな今。だけどほら、こんなのとかちょっと違うでしょ。どうぞ。これ定価30万ぐらいするんですよ。確かにですね。ちょっと違うでしょ。違うですね。赤いラインもこんな感じで。で、こんなのツヤのある赤だから、ね。で、実際使い勝手良さそうでしょ。ですね。で、こんなやったら、これがレアものなんですよ。はぁ、うん、いいですね。で、これはね、あの、この形では実は普通で売ってないんですけど、これもだけスペシャルオーダー。うん、この形は実はモノグラムにしかないんですよ。あのこれのダミエバージョン、へえ、別注、あれは別注、うん、あのね、たまーにねスペシャルオーダーを受け付ける時があるんですよ、うん、でその時にたまたまあのなんていうか普通に一般的にポーンって受け付けてるような時もあれば、はい、あのいわゆる例えば三越のお得意様にだけ、はいはいはい、今ルイ・ヴィトンそういうの受け付けあのしてますよ、よろしかったらオーダーされませんかとかって来た時に作られてる。だけそういう時にたまたま出くわして作らないと、急に言ってもあんなのは出てこないから、あれもレアものなんですよ、うん、
でもパッと見にちょっと誰も持ってなくて珍しいって言ったらあの一番右でしょうね。あれいいですよね。あれですよね。いいでしょ、うん、悪くないでしょ。あれいいなって思いますね。あれで10万か買いたくなるなって思います、ね、ちょっと人と違ってて面白そうなものっていうだったらまあこれでしょうね。これは悪くないでしょ。ちょっと考えてみたら絶対そのなので先でハンドルのとこが少し中古に行き始めてるんですけど、もう悪くなくないですか。ダメですか。真面目な値段を確認してしまう、うん、あとはいいです、ね、うん、あとはですね、本当に真面目なんだったらタイガ、うん、あのね、手に取ったら絶対買わないから店やないから一応それが黒ダミエでしょ。ダミエグラフィックね、はい、悪くないでしょ別に。いや悪くないです。全然いいでしょ。でほらお財布とかがこれとか茶色が好き。あ、茶色の方がいいんですか。あ、そうなの。でも仕事やったらで、あとはこれ本当に仕事よ。これがタイガー、うん、だけどほらいかにもビトンビトンしてないと。でも、はい、ビトンなんでしょ。あのこっちの内側に使われておるやつ、針葉樹林って意味なんですけどね。タイガ地方とか言うでしょ。あのタイガ地方とか針葉樹林とか、はい、うわーこれだけ海外でここまで行きたいな。なんかあのなんとか捜査官黒田なんとかみたいな感じしない違う格好だけど。でもサムスこれこのサムスナイト全然悪くないでしょ。サムスナイトは、うん、あのこういうののメーカーですから、サムスナイト。うん、そう、okay. いうことちゃんと自分の手そこまで高さまで来ること。これ短いのが安いんですよ。だから焦げ証拠なんかないでしょ。安物じゃない証拠。あの安いのは長くならないんですよ。これはいいのはこれ、はいはい、中から出てきてリュックになるんでしょ。へ、はい、ね、これスマートなんでしょ。これね、これ普通に持つでしょ、はい、ただいざっていう時のためにはここをパッと外すとこうなって、はい、で、これをちょっといいですか。これをここにこうやってラブのこれをパチンって止めればいいだけ。こうやってこう引っ掛けて、へえ、はい、こんな感じで、どうぞ引っ掛けるだけ。ほー、うん、だからそのリュックなんですけど、ね、そのほらアウトドアのリュックじゃなくてその都会のリュック、あの要するにほら自転車乗って初回で自転車乗ってるので全然おかしくないです。よろしくお願いします。全然。いや、だけどそれこそあなたの、あの裏に iPad を入れて。iPad 入れて。福井の iPad 入れて。そう。おしゃれでしょ、これ。あ、でもこれよりいいかもしれない。これ悪くないでしょ。ね、で、いざっていう時はさっきみたいに入れとって普通のバッグなんですよ。へぇ、彼らは斜め隠してましたよ。ハンティングワールドの。へぇ、うん、それで、そうなのかと思って。まあ、すごく人気のある人が持ってるアイテムは絶対やっぱりみんなが流行るから、あの人がもうあんな風に持っとったら多分流行るやろうねとかね。でドラマとかも人気のあるドラマにそういうメーカーを持たせますからね。そういうの最近あるんですか、ね、うん、っていうかね、この商法は昔からあって、実はあの歌舞伎役者って要するに江戸時代からずっと有名でしょ、ね、だから歌舞伎役者にあの結局この帯をあのつけてもらおうと思って持っていくわけです。ただ気に入ったらそのつけてくれるわけです。それで有名になるとか博多織とかそれで有名になったんですよ。だけ桐生の方から偽物が出たぐらい、博多帯の偽物が出たりとかしたんですよ、うん、そう。だけやっぱりこう有名な人気のある人に持っとってもらうと、はい、ほらあの人に近くなりたいとか思うわけですよ。あ、まあ、そうですね。こういうのを持っとって持っとったらなんかそうあの人は人だけど同じも欲しいな、うん、なんかみんなそれぞれのこうあるんでしょうね。うん、カルバンクラインじゃないもんね。あ、違うっすね。クライン違い、クライン違い、100円じゃ100円。まあいやでも太いです、まあ、あなたがゼロじゃあれと思ったらいいよ。いやこれ結構冗談じゃないかなと再挑戦。じゃあ100円。もしかしたら、はい、私がだんだん年がいってきようけん、はい、そういうのはあまり魅力ないかもしれない、はい、若い人たちは魅力あるかもしれんもんね。気がかしれたらもっと多いかもしれんね。
ですよ。まあ、完全に個人的な主観ですけど、うん、でもだからあーたのことがピーク好きだよね。やばい、いや、いや、分かる分かる、それ死んでない、確かに死んでません、うん、死んでませんでした。あ、でもね、これもうちょっと、これね、傷がついてなかったらもうちょっといいと思う。そうだと思う、傷がないでしょ、はい、ね、うん、だけど、一応成功ということに、ね、成功も上達する、逆輸入バージョンもありますからね。うん、なんかちょっと、成功やってるあれとは言い切れる部分もある。